ガズニー州はアフガニスタン南東部の州である。面積は22,461平方キロメートル。総人口は約117万人。人口密度は52人平方キロである。ガズニ県やガズニ州と表記されることもある。州とはガズニー市。アフガニスタン南部の河川ガズニー州はヒンドゥクシュ山脈とスライマン山脈に挟まれた地域にある。 州の北西部から中央部にはヒンドゥクシュ山脈があり、その中心にはダシュテナーウーアーコヤドクトアイナバー火山群がある。一方、州の北東部から南部には細長い平野が広がっている。平野の幅は広いところで約 40km ほどあり、州内だけで 100km 以上の回廊を形成し、最終的にはカンダハール州に達する。 州都ガズニーはちょうど平野が始まるあたりにあり、標高が非常に高く、カーブルやカラーとカンダハールを見下ろしている。ヒンドゥクシュ山脈から乾燥した平野に向かって、幾筋もの川が流れてきて、ところどころにオアシスを作り、その中の一つのタルナク川はカンダハールまで流れていく。スライマン山脈からも河川が流れてきて、ガズニーの東南のサルデバアンドダムや、 州の南部のアーベイスターダエムクルエンコとつながっている。州の東端はスライマン山脈から続く丘陵が南西に伸びており平野を東西に仕切っている。丘陵の東にはパクティア州やパクティカー州があり、そちらも細長い平野になっている。10世紀、ガズニー州はペルシアを支配したガズナーサの中心地として栄えた。1839年。 第一次アフガン戦争でガズニーの戦いが起きた。1950年頃はガズニー州はカーブル州の一部だったが、1957年までに分割されて独立した州になった。2001年9月、アメリカ同時多発テロ事件が起き、10月にはアメリカ合衆国がアフガニスタンに侵攻し、有志連合や北部同盟と共に戦闘を開始した。 2004年10月。2005年9月、第1回の下院選挙と衆議会選挙が行われた。2006年3月、アンダルー軍をめぐって、州警察とタリバーンが衝突し、地元在住の元州知事たちモハマドが射殺された。10月、国際治安支援部隊がアフガニスタン東部で活動を開始した。ガズニー州の担当は、ポーランド軍などで構成される。 ガズニー地方復興チームだった。2007年、戦争は激しさを増し、自爆テロや無差別爆撃によってイサフや民間人に多数の犠牲者が出た。ガズニー州でもターリバーンの力が州都のすぐそばの幹線道路にまで及んでいる実態が明らかになった。またこの頃から州内の3分の2の軍で職員が職場を放棄し、 軍裁判所などが事実上閉鎖されていたことが、後年明らかになった。2008年6月、アーフィア刺激事件が起きた。同月、ターリバーンの手に落ちたアジルスターン軍をイサフが空爆したが、8月には、米軍がナーワ軍から撤退した。2009年8月、ナーワ軍とアジルスターン軍は、ターリバーンの支配下にあったが、第2回の大統領選挙が実施され、ガズニー州では、 カラバーグ軍出身の事前かラマザン・バシャルドストが最多得票を得た。2010年9月、第2回の会員選挙と衆議会選挙が行われたが、戦争はさらに激しくなりイサフや民間人の死傷者が急増し、ガズニー州でも副知事が自爆テロにより死亡した。2011年11月、イサフは州とガズニーの治安維持権限をアフガニスタンに移譲し、 2012年1月にはアフガニスタン陸軍と他国籍軍は4年ぶりにナーワー軍を奪還した。2013年6月、イサフがアフガニスタンに州内の治安維持権限を移譲したのでアフガニスタン陸軍第203軍団第3旅団はアンダル軍やアジルスターン軍でターリーバーンと交戦した。しかし8月には幹線道路で再び誘拐事件が起き、 カンダハール州の女性会員議員のファリバー・アハマディ・カカルが、タリバンに誘拐された。2014年4月、第3回の大統領選挙が実施され、ガズニー州では、アブドラ・アブドラ元外相。9月、タリバーンは、政府の行動庁舎を襲撃し、アジルスターン軍を占領し、政府への協力容疑で、多数の村民を残首した。しかしイサフは2014年末で終了し、 他国赤軍は、格好たる支援任務に移行し、治安はアフガニスタン軍や警察が独力で維持することになった。一方、ターリバーンも、ムハンマド・オマルの死を認めて、アフタル、ムハンマド・マンスールが公式に後を継いだ。2015年4月、ターリバーンは、春の大攻勢、アズムを開始し、全国に攻撃を仕掛けた。ガズニー州でも9月の刑務所襲撃により多数の、 ターリバーンが脱走し、10月には約2000名のターリバーンが州都を攻撃した。ガズニー州の軍ガズニー州は1418軍を要する。ガズニー州は農業が盛んで、農業収入が家計収入の半分以上を占めている。特にトウモロコシやリンゴ、グレープフルーツ、アーモンドの生産は全国的に見ても盛んである。ムケルのすぐ北の山中には、 ザルカシャーン鉱山がある。この鉱山には484平方キロメートルのスカルン鉱床があり、金や道を産出する。採掘は昔から行われていたようだが、1960年代中盤にドイツが再発見し、ソビエト連邦が実地調査をした。近年ではアメリカのアメリカ地質調査所が評価し、2012年に優先入札会社が決定した。 ガズニー州には幹線道路のアジアハイウェイ1号線が走っている。また、ガズニー空港があり、2013年末から民間旅客機の運行が始まった。ガズニー州の主な民族、種族はパシュトゥーン人のギルザイ部族連合とタジク人である。その他に、ニアジ族、スレマンジ族、アリーヘール族、ハザーラ人、ダプタニ族、デュラニ族、ニ族ミアヘール族、バヤット族、 ジャラルザイ族、ホギャニ族、ムサヘール族、ホウタキ族、ワルダク族が続く。なお、北部のマリスターン県など6県は、ハザーラジャートと呼ばれる伝統的な、ハザーラ人の居住地帯である。ガズニー州の主要言語は、パシュトゥー語とダリー語であり、少数のウズベク語話者がいる。識字率は31%である。ありがとうございます。